アルバロバディ・ジョシ・フエンテスは、スペイン・カディス県出身のサッカー選手。RCD ・エスパニョール所属。ポジションはミッドフィールダー。2006年からレアルベティスのユースチームでキャリアをスタートさせ、2011年トップチームに昇格した。8月27日、グラナダ CF 戦でトップチームデビューを果たした。2016年8月18日、SD ウエス海移籍。 2018年6月22日、セグンダ・ディビシオンのグラナダ CF と2年契約を交わした。グラナダでのファーストシーズン2部の舞台でリーグ戦40試合に出場して4ゴール11アシストを記録。グラナダのラリーが昇格に大きく貢献した。ベティス時代以来の一部挑戦となった2019から20シーズンはリーグ序盤戦からレギュラーに定着したものの、 3月にハムストリングを負傷、6月にインフルエンザを発症し、残りのシーズンを棒に振るった。2020年7月22日、セルタデビー後に3年契約で移籍した。移籍後すぐに RCD エスパニョールへとレンタル。2021年6月2日、RCD エスパニョールは買取オプションを行使し、完全移籍が発表された。 スペイン代表としてユマイナス1 7代表でプレーした。ありがとうございます。